はい、どうも、こみです。さて、本日は TH コンピューターさんからですね、やっていきたいというふうに思います。で、ですね、今日また、いつも見ている方には、お馴染みかもしれませんが、ネクロマンサー、見ていきたいと思います。なんといってもですね、なんだかんだ言ってこれが多いんですよね。とにかく使ってる頻度が。まあ、僕自身、ちょっと最近ネクロ離れをね、ネクロ離れっていうか、まあ、こればっかりに頼っちゃうと、ちょっとその食い火とか、スーサイドっていうところがおろそかになりかねないんで、少しネクロ離れをこうねしているところはあるんですけども、まあ、全体通してやっぱりネクロマンサーって、まあ、決して弱くはないですよね。まだまだ刺さる配置っていっぱいあって、で今回はですね TH コンプリーターさんからまず、ね、この生シンさんの一撃見てほしいなというふうに思います。で、これどういう感じのプランニングでいくかっていうとですね、ここにクエイクをドーンとまず当てるんですね。で、投石2個とイーグル4を巻き込んでいきながら、で、この投石、イーグル、投石と、ここを全部ライトニングで折っていきます。で、こうすることによって、この投石機ってなんだかんだ壁の中から打ち抜きにくいんですよね、ここからこういう風に。で、まあ、一応打ち抜けるためのこの壁のスペースはこうあるんですけども、こういうところにね、あるんですけども、なんといっても投石機って、そこに到達するまでの寄り道期間に、こいつに撃たれまくって、ネクロ本体がやられちゃうっていうケースがあるんで、とにかく、ネクロマンサー使う場合にはもう投石機の処理、これも最優先なのかなというふうに思います。で、こいつを序盤にこう壊しておいてからの、一気にですね、グランドオーデンのオデヒーでカットを入れてからネクロラッシュという感じ流していきます。まあ、この形見ても綺麗なカットになってますよね。ここがこう落ちているので、こんな風に。オデヒーでここをこうカットすれば、もう確実に出てきたネクロたちっていうのは、こっちに進む。要はその、三次方面に流れるってことは、まあ、ありえないということがわかりますよね。そんな形で、この壁の隙間をうまく使って、隙間にこう、スケルトンがこう、スススススイッとね、こう入っていきながら、奥に進んでいくわけなんですけども、そのまま、あとはタウンホールにかけて、ネクロマンサーが突進していきますね。もう、スケルトンの数がこれ、この白い動きがもうやばいですね。で、逆方向にもちょっとね、流れていってるスケルトン、ネクロがいて、結構この数が多いんですけども、そこにアイスゴーレムからのロイちゃんを入れていきます。これはまあ元から、ここはアイフレプラスのロイちゃんで倒していくつもりだったんだと思うんですが、まあ、ネクロも来ちゃったんで、こっちの回収をね、それにやらせようという形に切り替えたんでしょうかね。タウンホールに関してはアーチャークイーンが、そのままネクロマンサーと一緒に進軍してきてるんで、ここで、勝利してくれて、アイスゴーレムが先行しきれず、シングルインフェルノのターゲットが一瞬ロイちゃんに入ったんですが、フリーズで回避していって、あとはもう、ネクロマンサー、ロイちゃん、アーチャークイーン、さらにはグランドオーデンにヒーラーまでいるので、もう時間切れの心配だけが、まあ唯一かなというぐらいの、もう非常に安定感の高いですね、アタックになっていってます。いや、この残り方やべえな。これサムネに使わせてもらおうかな。このネクロの残り方。すごいですよね。やっぱりこのネクロマンサーって、まあ自分もよくその使うときに一応気をつけてることがあるんですけど、壁の中の施設を見たときに、ネクロマンサーがどの区画からも殴れない防衛があっちゃいけないですよね。でもこれなんかは、こっから入ってきたネクロマンサーはこう殴れるじゃないですか。ね。だけど、この、ウィットに関しては、これ、殴れたっけな、ギリギリ殴れるか、外側から。でも、結構嫌ですよね。このウィットって2マスここで空いていて、こういう風にね、スペースが2マス空いていて、で、スケルトンもね、こう焼き払っていってくれちゃうので、まあ、到達しにくいですよね。だから、こういうところっていうのをなるべく、序盤にライトニングとかで潰しておいたり、まあ、ジャンプの呪文とかを使っておいて、ネクロマンサーが、ね、殴れないような防衛施設がどっかに残っちゃわないように、特にそれが、範囲攻撃、マルチインフェルノやウィズトや、あとまあボムタワー、投石機、まあ、タウンホールなんてもう表のほかですね。この辺が残らないような、形に、その壁の中をうまく呪文でこう、クリアしていけると、ネクロで伸びるんじゃないかなというところで、ぜひですね、その点ちょっと注目してもらいながら、残り、3本ですね、関西クラクラクラブ、行ってみてみたいと思います。行ってみましょう。
はい、ではですね、秋風さんのアタック見ていきたいと思います。で、今回の1本目と、似たような感じの攻め方をするんですけども、そのグランドウォーデンのオデヒからのネクロラッシュですね。呪文の編成、クエイクライトニングの数がだいぶ違っています。で、1本目見てもらったアタックっていうのは、透析機2本。と、イーグル砲を、クエイク2のライトニング、8かなで折っていくっていう、もうだいぶライトニングに、呪文の枠を割いてる攻め方になるんですけども、今回の秋風さんのパターンっていうのは、ライトニング5プラスクエイク1で、透析機と、あとはこれ今何を巻き込んだかな、グランドオーデンの像かな、あと ボムタワー、この辺を巻き込んでいってますね。で、その呪文の使い分けってどういう風に考えるのかっていうとですね、今回の、秋風さんが攻めてる村っていうのは、ここ壁に綺麗に囲まれてますよね。ここも囲まれてますよね。で、ここもこう、まあまあ、どうだ、囲まれてないじゃないけど、ここが空いてますけど、まあ、とはいっても、囲まれているような感じ。ここからこう攻める場合には、結構壁をですね、たくさん乗り越えなきゃいけないじゃないですか。で、こうなってくると、スケルトンが殴り開けてくれるっていうケースも、まあ、ありっちゃありなんですけど、まあ、だいぶ事故率が高いですよね。そこにイーグル砲とか、透析機のアタックなんかが入ってきちゃうと、もうスケルトン丸々全部やられちゃうし、なんなら後ろにいるネクロマンサーまでこう、巻き添え食ってやられちゃうので、そういう場合に限っては、ライトニングの呪文とクエイクの呪文っていうのをあんまり、枠先すぎずにジャンプの呪文を持っていくっていう、この発想がめちゃくちゃ重要かなというふうに思ってまして、秋風さん今回タンホールを、きっちりとこれ、ネクロマンサー部隊で壊した後に、ジャンプの呪文でこの透析機シングルインフェルノの方にネクロとスケルトンを誘導していると思うんですが、小入れがですね、やっぱキーになるのかなっていう気が、いたします。こうすることによって壁にスケルトンが捕まらないようにする。で、この、ね、壁にスケルトンが捕まるっていうのは本当に厄介で、捕まっちゃうとそこにネクロマンサーもどんどんこう前進してきちゃって、スケルトンとネクロが重なっちゃうんですよね。そうするとそこにイーグルの着弾がドーン入ったり、透析機の、アタックがドーン来たりしちゃうと、巻き添え食らってネクロがみんなやられちゃうっていう、もう本当に大惨事になっちゃいますので、とにかくスケルトンの足を止めない、いうことが大事ですね。で、ここに関してはウィットの範囲がこれ分かってたのかな、すげえ勇気のいることですけども、ギリ入ってないので、スケルトンが、大量のスケルトンが一気に壁を殴り開けてですね、まあ、こんな感じで、ロイヤルチャンピオンとアーチャークイーンを先導するような形で、今、最終の壁の中に入っていきましたね。こうなってくるともう突破力が計り知れない、パワーになるので、そのままあとは前回まで持っていっちゃうという形ですね。壁とか本当にもう豆腐か段ボールじゃねえかってぐらいに軽くこの大量のスケルトンが殴り開けますからね。もうそうなってくると止まんないですね。いや、お見事ですね。やっぱりこのライトニングクエイクの数のそのジャンプとの使い分けっていうところがめちゃくちゃこう、重要になってくるのかなっていう気がします。いやー、やっぱりうまいな。でもな、意外とね、これ自分でやるとうまくいかないんですよね。うまくいかないんですけど、まあ、そこはですね、ぜひぜひ一度二度で諦めずにですね、フレチャーとかで何回かやってみてください。重要なポイントっていうのは、今の秋風さんがやったように、キーポイントはここです。さっきの一歩目もそうなんですけど、まずサイドカットですね。グランドオーデンのオデヒーと、あと、ライトニングの呪文。ここライトニングで壊しましたよね、これ。で、グランドオーデンのオデヒーで、ここまでこう壊すってイメージですね。この部分まで壊す。オデヒーで。で、そうすることによって、しっかりと、ここの部分ですね、二次方面カットを入れた上で、ネクロマンサーをここからこう投入していくと、ガーンと投入していくっていう感じですね。で、ちゃんとこっち側に関しては、10日弊社とキングで処理する。これ結構ね、鉄板の形ですね。10日キングで処理するっていうパターン。で、そうすると、ネクロマンサーがしっかりと、タウンホールのところに入っていくんで、カピティ捕まっちゃう場合には必ずジャンプを打つ。で、捕まんない場合には、その呪文枠数を、まあ、レイジに割くなり、クエイクライトニングに割くなりする。で、このどっちかのパターンでやれないなって思った場合には、素直に別の攻めを選んだ方がいいかなと思います。別に、この攻めって本当にどんな村でも刺さる万能な攻めじゃないので、必ずですね、これだけで攻めるっていう風に考えすぎちゃうと、やりにくい村を選んじゃって、あいたたたたってことになりかねませんので、まあ、そうならないようにですね、今言ったようなパターンにはまるところを選んでもらうっていうのが、まあいいのかなという風に思っております。で、あと2本ですね、残り2本はもう三毛猫さん2本行ってみたいと思います。で、1本もちょっと失敗なんですけども、まず1本目は成功パターンですね。三毛さんのね、このスパジャイネクロが、なんか、
最近ね、もうマジで火を吹いてるんですね。もうゴー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 来ていて、やばいですね。うちでやっぱりこのドバ出しのネクロマンサー戦術の第一人者って言うとやっぱり三毛猫さんじゃないかな。自分もだいぶそれを見てですね、参考にさせてもらいながら使っているところがあるので、その辺のですね、やり方を見てもらえたらと思うんですが、とにかく三毛さんの場合、投石をしっかり潰しますね。でなるべくクロスボウとかそういう、連射系はやっぱり、スケルトンの数を一気にこう減らして効かねないので、ウィットとかがあればそっちを巻き込むんでしょうけども、こういう連射系しか、連射系とあとはアチャトウとか、逮捕とかそういうのをどうしての選択をするのかって言ったら、やっぱりクロスボウの方が、なんていうかな、ネクロマンサーにとっては嫌ですね。スケルトンを倒すパワーというか、ね、このスピードですね、そこを嫌っての、クロスボウ処理というところだったと思います。でですよ、今回のこの村って結構ね、この攻め方でいけんのかなと思ったんですけど、よく見てみるとさっきの理屈で、一応ね、壁に囲まれちゃっていて、処理できない場所ってもうないんですよね。全部処理できるんですよ。このイーグル砲もね、ここからこう来れば処理できるし、このクランジョもここから処理できるし、嫌なのが多分ここですよね。このシングルインフェルノとウィストのところはちょっと多分嫌なんですけど、そこにロイちゃんを当てていくことによって、これうまいなと思ったんですけど、ネクロマンさんがここ、突破、していったからね、こう良かったものの、壁突破してたから良かったものの、外からこう回り込んじゃうと時間がかかるので、その回り込んでるうちにやられないようにロイちゃんでそこを処理するという形だったんでしょうかね。うめえな、これと思いました、本当に。で、そのまま、アーチャークイーンがうまいことネクロマンサーたちと一緒に歩いているおかげで、だいぶ3時方面、処理ができていってます。ここで落ちちゃうんですけども、気がついてみれば上側にまだバーバリアンキングが生きていながらネクロマンサーが大量に残っている。で、グランドウォーでもしっかりとついていっているので、あともう怖いマルチ攻撃ってイーグル砲とボムタワーぐらいですよね。このくらいなら押し切れちゃうなというところで、このまま押し切っていくんですね。ほら。すげえですね。最後にイーグル残すってありみたいな。なかなかセオリーでいくとね、イーグルは最後に残すと、ネクロはきついなというふうに思うんですけども、ただこんなようにしっかりと、スケルトンのルートができていることによって、ネクロとスケルトンの距離感がこう取れているもんだから、イーグルの着弾はスケルトンに行く。で、ネクロにはなかなか行かないっていうパターンとかですね。あと、ジャイもそうですね。スパジャイも、スケルトンたちと一緒にこう、比較的前の方を歩くので、そこにイーグルがの着弾が落ちてもネクロ本体に入んないからスケルトンが延々と出てきちゃって止まんないということですね。このパターンに持ち込めたっていうのがすごいなっていうふうに思いました。いや、いいっすよね。こういうの見ると本当になんかこんなんで取れちゃうのとか思うかもしれないですけど、でもやってみるとこれまた難しいんですよね。意外と思うようにいかないっていう、のがあるんですけど、さて、最後ですね、見ていきたいと思います。4本目。これ残念ながら失敗です。で、どこが失敗になっちゃうのかっていうと、壁の中で壊せない施設がどうしてもあるんですよ。で、そこを、三毛猫さん処理、多分、他の村で多分攻めるとこがなかったからじゃないかなと思うんですよね。この攻めでやってみようっていう、多分チャレンジアタックだったと思うんですが、ここですよね、これ。今この時点でジャンプの呪文、スーパー、ウォールブレイカー、クエイク、どれもないので、このシングルインフェルノが絶対残っちゃうんですよね。で、こいつらの仕事にちょっと、マジ注目しながら、このアタック見ていってほしいと思うんですけども、ウォールバスターを、先行で出していって、これでタウンホールを狙っていく。このパターンはもう、三毛猫さんが使う、この、ドバダシネクロマンサーの必勝パターンですね。ウォールブレイカーがスケルトンたちを盾にして、なかなかダメージを受けずに、そのままタウンホール角まで突っ込んでいくと。で、その中に入っているユニットでタウンホールを素早く処理するというパターンになってくるんですけども、多少ダメージ受けても、やっぱり、ウォールバスターの体力はだいぶ高いので、それが逆に盾になってくれて、ネクロマンサースケルトンが生き残るということもありますよね。はい。で、ここ、相手のスケルトンに捕まってしまったロイヤルチャンピオンが、シールドを投げ切れないというところなんですね。ギリシールドを投げ切れないで、このままこのシングルインフェがいい仕事するんですね。ネクロマンサーをね、ガンガン焼いていくんですよ。今一体焼きましたよね。で、さらにこのスケルトンたちを焼いていきながら、ネクロマンサーが近くに来たら、はい、またネクロを焼くと。で、こういうことをやられていくと、どんどんやっぱり苦しくなってきちゃうので、
アージャクイーンも怒っちゃってますんでね、壁を殴り上げる突破力もちょっとなくなってきたと。このもう完全に今このクランジョタウンホールがあったここの部分が、なんだ、凹凸の凸地、凹地っていうのかな、かなり苦しい場所になっちゃってますよね。グランドウォーデンがなんとか殴っていってくれて、まあ、シングルインフェルノ最終的には壊せるんですが、その時にはもうネクロマンサーの方がいなくなっちゃったということでね、最後、中央部分でネクロがだいぶ焼かれてやられてしまったというところですね。惜しかったですね。もうちょっとでっていうところは確かにロイヤルチャンピオンのね、ホーミングシールドのタイミングとか、まあ細かいところであったかもしれないですけども、とにかくやっぱりネクロマンサースケルトンが壁を壊さなければ、破壊できない防衛が残ってしまうような、その壁の作りをしさせてしまうと、こんな風に壁の中から、ね、壁叩いてるうちにやられちゃうっていうパターンが結構このネクロ戦術ってあるので、まあ、そこだけ注意しながら、おでひから入るもよし、こういうドバッとね、出すもよし、使ってみていただけたらなというふうに思います。とにかくまあシングルインフェルノが多めで、さらには、クロスボーンが対地じゃなく対空、とこだったら、まあ、本当に付け勝手はいいと思うので、ぜひぜひですね、試してみてもらえたらなというふうに思います。というところで、本日ですね、この辺にしたいというふうに思うんですけども、まあ、この動画ですね、もしも参考になったよということでありましたら、ぜひ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また、これからもですね、タウンホール11、12、13、広くですね、動画上げていきたいというふうに思っておりますので、これからもぜひ、またご視聴いただけたら嬉しいなというふうに思います。そして、ですね、今、関西クラクラクラブもですね、TH コンプリーターさんもメンバーまだまだ募集をしておりますので、まあ、こんな感じでですね、ワニワニと、対戦楽しめる、クランがいいなというふうに思っている方は、ぜひね、来てもらえたらというふうに思います。また、私ですね、まあ、ご存知の方はいるかもしれませんが、ドイツ住んでて、日本との時差が8時間ありますんでね、夜型です。日本人の時間帯から見ると。で、結構ね、夜をね、寂しくしているところもあるので、ぜひぜひですね、そちらの方も、夜更かし、夜型の方、お越しいただけると、とても私が喜びますので、よろしくお願いいたします。はい、というところで、本日終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。